さん新年明けましておめでとうございます。声優ち登場です。大きな拍手ありがとうございます。寒い中お待たせしました、到着です。さあ、それでは今日はこちらの声優ち伊藤と MC トレーナー2人で頑張ります。皆さんどうぞよろしくお願いします。一発目ということでね、頑張っていこうと思うんですけども、今日はですね、声優ちの魅力たくさんお伝えしていきたいと思いますが、早速なんですけどね、出てきたこちらの声優ち、まずはじめに皆様の目の前ちょっとぐるっと回っていきたいと思います。自由にお写真動画たくさん撮りながらね、いろんなところ観察してみてください。かなり近くまで行きますけど、噛みついたりとかは絶対にしませんのでね、安心してくださいね。まあ、体が大きいです、はい、ただね、まあ、セイウチ体が大きいだけではございません。ちゃんと特徴がございます。見ていただきたいポイントありまして、一つ目がね、おひげなんですけど、はい、このおひげボーボーなのお分かりいただけますかね。だいたい500本ぐらいこのおひげ生えております。ちなみにね、動かせるおひげになってますね。これ餌探すときなんかに使えます。さあ、そしてもう一点、今とても見えやすいんですけど、2本のね、口からはみ出てる牙、はい、さあ皆さん気になった方いると思うんですけどね、セイウチの目結構赤いんですけれども、わかりますかね。はい、心配されますけど、これハンドサイン、ちゃんと見分けて動けていますので、ちょっとね、いくつか紹介してもらおうと思います。はい、でちょっとね、ハンドサインの説明をしていくんですけど、まあ、人間とセイウチなんでね、こうコミュニケーションを取るときにこう言葉が使えないので、はい、こういったハンドサインですね、身振り手振りの動きを使ってコミュニケーションを取ってます。はい、こうやったらね、伏せしてくれますし、あとはね、こう手を回せば回した方向に釣られちゃうわけで、ね、はい、ハンドサインにやってましてバイバイとかね、こう手を上げてくださいとかちゃんとね、見てやってます。はい、僕のしっかり動きを見て反応返すことが、その時にお腹見せてもらって、こうお腹に傷があるかないかとかね、こうやって熱くなってないか、こうやって健康管理にもちゃんと使ってます。はい、いろんなことができるようになってます。お腹叩いて、はい、僕の動きを見てしっかり反応返すことができるようになってます。はい、ありがとうございます。では今度はですね、セイウチの耳にちょっと注目していきたいと思います。耳小さいからね、一緒にございます。目のね、ちょっと10センチぐらい後ろですね。はい、穴が開いてるのお分かりいただけますか。黒っぽいところですね。はい、分かりづらい、とてもこの耳ちっちゃいんですけど、よく聞こえてまして、セイウチはですね、言葉を聞き分けて言葉のサインでも動くことができます。ぜひね、そちらの紹介をお願いします。はい、じゃあ次はね、言葉のサイン、ボイスサインってやつですね。これさっき使ってたハンドサインです。今度はこのハンド、わかりました、しっかり反応してくれてますからね。じゃあ次はバイバーイ、はい、OK です。じゃあそのまま握手、はい、OK です。いいですか。じゃあ最後はおやすみ、はい、最後、おやすみのポーズでーす。こんな感じですかね。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、今度手を挙げて教えてください。あー、はい、OK ですね。両ポーズバッチリ。あ、素晴らしい。反対側から吸い込んで食べていただきたいと思います。はい、まあ、イメージとしては大きなストローみたいな感じですね。このはい、魚がこのホースの中を通っていくスピードをちょっと見ていただきたいなと思います。これでまあちょっとね、吸引力の強さが伝わると思いますのでね。はい、じゃあこっちにオレンジ色、これサーモンの切り身ですね、ちょっと入れておいたんで、ちょっとよく見といてくださいね。多分一瞬で吸い込まれると思います。はい、じゃあ行きます。よっ、あ、こんな感じで結構早かったです。なるほど、はい、ほんと見えないですけどね、今日はちょっとゆっくり目です。はい、見えると思います。もう一回行きます。はい、行きます。よっ、あ、こんな感じです。はい、分かりやすかったですね。こうやって吸い込んで食べていくのが生物のすごい大きな特徴ですね。はい、ありがとうございます。切り替えてお待ちください。はい、いきます。投げキス。せーの。あ、いいね。もう一回いきます。せーの。はい、ありがとうございます。結構可愛らしいですよね。いいよ。せーの。お、どうぞ。せーの。
はい、ありがとうございます。すごい高い音が鳴りました。はい、ありがとうございます。飛ぶと思います。あ、こんな感じで上手ですね。結構上手いですよね。結構上手に飛ばせますよね。はい、あの体大きいんですけどね、あのツララちゃん息遣いがすごい繊細で、はい、優しく吹けるんですよ。なのでこう優しく吹けるんでね、コントロールしてあの割れずに飛ばすように目の前で、ね、結構上手に飛ばせてますよね。はい、で、つららちゃんの消防玉なんですけど、ちょっと生臭いことがあります。結構わっちが湧いてますね。お魚食べてるんでね。お、ありがとうございます。はい、以上です。そうそう、濡れたくないです。濡れたくないあの、つららちゃんもちろんなんですけど、お兄ちゃんもどこ飛ばすかわかりません。確かに。皆さん、垂れ箱をしたら大きな拍手をお願いします。はい、はい、じゃあ行きますよ。狙ってください。行きます。せーの、よいしょ。オーケーです。頑張ってくれたお兄ちゃんに大きな拍手をお願いします。